ついに新しい駅、新綱島駅ができた。いやすごいな、ね、今日18日新綱島駅が来ちゃったぜ。どうもどうもだからどうもにめっちゃご懇がさしてる文人です。はい、というわけでね、今日はね、今日、撮影してる日は3月18日新しい駅ができました。それがババーン、あれ映んね、新綱島駅来てます。はい、今日開業当日、相鉄線とね、東急東横線がぶつかった、はい、繋がりました。はい、今日はね新綱島駅に来てます。あれ、なんだこれ、新綱島駅。というわけでね、これからねちょっと新綱島駅から、新しい路線に乗ってみたいと思います。いやこれ、新綱島駅ってこんな感じなのね。新綱島駅ってもうマスク自由だから、はい、新綱島駅、結構ね、結構深いね、深いですね、深い、気持ちが悪いじゃなくて、この深いって、そういう意味で、エスカレーターは、こっちか、なるほど、めっちゃ長いわ、これ、こういう感じなのね、こういう感じ、新綱島駅の北口をね、下ってるとこでーす、いやそしてね、来ました。新綱島駅の多分ホームだと、ホームじゃない、改札か、改札に来ました。改札、ここが新綱島駅のね、改札です。ここでね、パスモを使ってね中に入ってきます。どっから、ここがね、新綱島駅ですね。はい、ピッ、はい、入りました。いやこれからホームに行きます。はいはい、今ね新綱島駅のねエスカレーターめちゃめちゃ長いですね。こんな深いんですよ、新綱島駅って。ここのねエスカレーターは今下ってるところだけど、長いよね、長い長い、俺の顔も長い、めっちゃ長いですよ。つまりね、今新綱島駅のねエスカレーターをね、下ってます、はい、着きました。ここがね、ここがもうすぐホームですね。もうすぐ、まだか、どっちに行きゃいいんだ。じゃあとりあえずこっちに行ってみるか。こっち行こう。こっちに行きます。はい、長いわ、思ったよりも深いね。深いですね。気分が悪いじゃない、深いじゃなくて、めっちゃそういう深い。電車の音が来る。どっちだ。なんだこれ、渋谷、和光市行き、これに乗ろうと思います。このブルーは相鉄線のブルーですね。相鉄線のブルー車両、相鉄って書いてある、相鉄。じゃあこれに乗ろうと思います。乗ります。いや乗るぜ。はい、今ね新綱島駅をね出発するところです。走った。ここはね新綱島駅、ずっと地下です、地下、地面の下です。でしばらく走ると地上に出るはずですね。はい、東横線横浜方面と目黒線横浜市営地下鉄グリーンスラインはこの機械です。はい、多分ここからね東横線横浜市営地下鉄まもなくね、まもなく、来た、地上に来ました。ここどこだ、わかんねえ、どこだ、日吉ですね。日吉に来ました。日吉です。暗いから分かんないけど、多分地面のことです。はい、日吉です。夜景が綺麗だ、日吉です。日吉駅です。
The stop after 武蔵小杉 will be 多摩川。はい、というわけでね、今から私は武蔵小杉を降ります。多摩川までは行くつもりはないんで、ここで降ります。はい、一応ね、ここで降りますね。はい、どっちだどっちだどっちどっちだどっちだ、あ、こっちです。はい、ここで降ります。武蔵小杉で降ります。降ります。はい、じゃあ開くよ開くよ。はい、ここで降ります。はい、はい、というわけでね、今日は新しくできた新綱島駅、新綱島駅に行ってきました。はい、そしてね、新しい、まあね、新綱島からね、日吉までの新しい路線にも乗ってきました。いやー、というわけでね、今日はね、新しく3月18日、新綱島駅ができた。相鉄線とね、東急東横線が合体したぜ、俺のひげのように合体したぜという動画を撮りました。はい、それでは、なんだ、新綱島、新綱大社、それでは。